岡村秋彦は、日本の写真家、ジャーナリスト。ベトナム戦争を撮影した報道写真で知られる。東京府出身。大日本帝国海軍参謀の岡村乙彦の、長男として生まれる。父方の曽祖,祖父に、明治天皇自重の堤正義。父方の祖父に、大死人判事、弁護士、中央大学学長の岡村照彦がおり。 母方の総祖父に、日本赤十字社創設者で白尺の佐野城民。母方の祖父に、海軍少将で死爵の田村彦がいる。父のいとこに2.26事件判決後に、後追い自殺した、海軍少佐、筒見正幸、おじに、医学者、小形智三郎、弟に、後の俳優、岡村春彦がいる。学習院初等科から学習院中等科に進むが、 教練の時に、菊の紋章入りの木獣を叩き折って、退学となり、東京中学に転じて卒業。叔父の大型友三郎が学長を務める、東京医学専門学校に進む。敗戦後は、父親の公職追放に伴って、困窮生活を送り、臨宅屋などの肉体労働を経験。1947年、学費値上げに反対して、演説を行い、 東京医学専門学校から退学処分を受ける。その後、日本共産党の活動家として、北海道に渡り、札幌南高等学校在学中の家政巡視と、小田中となる。1951年10月、日本共産党の第5回全国協議会の決定に従って、山村工作隊の一員となり、釧路に移住。この時、医師免許を持たぬまま、 東京大学医学士と称し、岡村照彦の偽名のもとに、釧路市で委員を開き、無資格の女子高生を看護婦に仕立てて同居し、薬局から大量の医薬品を採取していたため、同年12月16日に詐欺容疑で釧路市警に逮捕される。この時岡村には、医師法違反や医療法違反の他だ滞在の容疑もかけられていた。岡村から、 切烈な打体手術を受けたため渋滞となり、再手術を余儀なくされたとの複数女性からの訴えがあった。この時岡村は、期間注射で高い金を取る医者は立派な詐欺行為だ。私はどんな病気でも治せる自信を持っていると、強弁したが、1952年1月26日に、釧路地裁で懲役4月の実刑判決を受け、釧路刑務所に収監される。 これに先立つ1949年、岡村は、医師令162号違反で、懲役6月、執行猶予3年の判決を受けていた上、1950年には、横浜地裁から、米国のドルフ法所持で、懲役1年、執行猶予3年の判決を受けていたため、執行猶予は取り消され、前刑と合わせて服役することとなった。この時、 火星淳氏は岡村を保釈するために奔走し、釧路刑務所で岡村と面会した後に、行方不明となりや観湖畔を経由する道で死体として発見された。出所後、修道院の客室係や、書店員などを経て、三池闘争に参加し、三池の炭鉱労働者街に住み込む中で、被差別部落出身の炭鉱労働者や松本、慈一郎と出会い、 ブラック問題への関心を形成。1959年頃、ブラック解放同盟に参加しオルグ活動を行いながら比較工場で働くうちに、あるブラック出身労働者と出会い、1960年から、触覚としてそのブラックの家を点々と移り住みながら、冤罪事件や下水問題などの解決、解消のための活動をする。 しかし、週刊実話にその地域出身の若者の集団による、林間事件が詳細に報じられたおり、同志への情報提供者とみなされて、彼らから吊るし上げを受け、1961年に、その場を去る。その後、総評の週刊誌、新週刊編集部を経て、1962年パナ通信社の、契約特派員となる。当時、岡村は、パナの東南アジア、 韓国などの国々に契約特派員として派遣されていた。ベトナムではベトナム戦争を最前線で取材し、韓国ではミサイル基地で起きた少年殺人事件と立証版ラインを取材。ベトナム取材の成果は、ライフ史上に醜いベトナム戦争と題して9ページの写真特集が掲載され大きな反響を呼ぶ。翌1965年単身。 ベトコン支配区に潜入し取材する。しかし、このことは、南ベトナム政府の寄付を買い、5年間の入国禁止処分を受けることとなった。ベトナムから追放された岡村は、ドミニカ革命やナイジェリアのビアフラ内戦、ジョニ F ・ケネディのルーツであるアイルランドを取材する。1968年の金卸シーロー事件に、際しては、刑事裁判の民主弁護人として、 意見陳述し東大などというのは、日本の資本主義と近代化を達成するための官僚、幹部養成所としてあったと考えています。民族問題、差別問題に触れないで裁判が構成されるということはあり得ない。そして差別があるにもかかわらず、それに目を向けることなしに裁判が構成されることは、差別の再生産をすることになります。 私はこういう犯罪に加担することはできませんと、金嬉しいおいを擁護した。1971年、ラオス侵攻作戦に、無断で、従軍取材後、再度の入国禁止処分を受ける。1980年頃から、生命倫理、精神疾患、ホスピスなどに、取材の対象を広げたほか、中国の推理事業に関心を抱き、様子校を取材した。 晩年は、静岡県舞坂町を拠点に、浜名湖環境訴訟などにも取り組んだ。舞坂町では、浜名湖や、遠州灘の保全を目指し、死尿処理場と、終末処理場の建設反対運動に関わった。1985年3月24日、敗血症のため死去。56歳没。岡村昭彦文庫が開設された静岡。 県立大学附属図書館岡村は、浜名湖藩の舞坂の自宅を、資料室とし洋書を含む膨大な書籍、パンフコピー、新聞切り抜きなどを、世界中から収集した。岡村の死後、残された、蔵書、資料は、静岡県立大学附属図書館が引き受けることとなり、1989年に1万8000冊が、遺憾された。 静岡県立大学の小畑総、昼間陽一らの尽力で2008年度大学付属図書館別室に岡村昭彦文庫が設けられ写真や生前の TV 出演の映像を見るコーナーも設けられ岡村の業績が検証されている。また1993年には昭彦の会が結成され毎年シンポジウムや公演といった会合を開催するとともに 解放の発行などを行っている。本田勝一とは互いに無名だった頃から面識があったものの仲が悪く、石川文博と本田勝一は出版社から借金して逃げ回っていると沖縄県人会の会長に発言したことがある。これに対し、本田は岡村氏自身の常習行動を他人に被せている実例でしょう。 私は出版社に借金したことなど婚姻罪ありません。岡村氏は出版社から前借りとして大金をせしめ、それっきり猫ばばを決め込むことなど上等手段でした。朝日新聞出版局も当時の金で50万円か60万円の被害に遭っていますと反論している。ホンダはまた岡村のことを他人のフィルムを自分のものとして発表したり、再以外は 編集部の文章だったりといったことを平然とやる人間であったとも批判している。ありがとうございます。